つばきファクトリーの岸本ゆめのです。いきます、よーいスタート。今私が着ている服はこちら、キャメリア、その他なんて書いてたっけな、今ちょっと見えないんですけど、つばきファクトリーのグッズのパーカーです。よく最近家で着てるんですけれども、これもともとフーディーで、まあ、フードがついてたんですよ。ただ私家でくつろぐ時に帽子がついてて首がキュッとなってると苦しいと思って切ってしまいました。ちょきっと言ってしまいました。なんか私すぐグッズの T シャツやらなんやら切っちゃう癖があって、この全く同じ柄の T シャツだったかながあった気がするんですけど、それも半袖の T シャツもお腹を切ってですね、そちらはへそ出しにしちゃったりとか、自分が着やすいようにいつもしております。ぜひなんか切ってみても後悔しない方は私と同じようにしてみてください。最近の私はですね、電子レンジと炊飯器を主に使って生きております。なんか鶏胸肉あんまり最近、あ、鶏ハムか、鶏ハム作らなくなったんですけど、その分鶏胸を沼に使ってるので、まあ結局鶏ハム作ってた炊飯器で今は沼を主に作ってまして、あとはまあレンジ調理がすごい多いのと、焼き芋ですね、1回90分焼くのプラス、違う、100分で100分焼きプラス30分放置してるので、フライパンたまーに使ってますけど、フライパンももうちょっと使ってあげなきゃなという気持ちでございます。もう無理だ、おります、せーの。あんま言ってないかもしれないけど、ちょっと最近お尻と内ももを筋トレでやることが多いので、結構足にもきますね。よし、また頑張ろう、バイバイ。